富山に到着です。富山はごめんなさい、時間が結構押し迫ってて、ちょっと来てる有権者さんの数によるけど1時間ちょいぐらいでが結構きついかなという、結構ギリギリでして、一番最短で5時だっけ、5時15分なんですよ。5時15分なんで、ちょっとさっき金沢でちょっとね長くなっちゃった。もしかしたら、はい、もしかしたら、まあ、人がいっぱい来てたらちゃんと全員平等に対応しますんで、平等に対応させていただきますんで、手抜きはしません、手抜きはしませんので。これすごいよね、帰るとこ、あと面白そうだな、誰これ。こんにちは。こんにちは。あ、ありがとうね、来てくれて。じゃあ、あちら。若いね。え、何歳？21です。え、21歳？俺、本当高校生ぐらいに見えて。うん、どこが一番広い？こっちの方が広い？駅構内になっちゃうんで、うん、あと道路渡ったとこに CIC ビルってとこがあって、うん、こちらだと広場があって。ここは？ここダメなの？ここはどうですか？多分大丈夫だと思います。大丈夫でしょ？はい、広いし。邪魔にならんければ。おい。じゃあ富山のリスナーさん、富山の何口になるのこれ？南口のところで演説します。富山のここら辺バスもあるし。あ、ここいいね、広くていいわ。できたばっかなんですよ。すごい綺麗だね。え、4月にできたばっかで。アラートっていう、なんていうか、マートマルートっていうの？はい、あ、できたばっかなんだ。確か工事してたもんね。はい、そうなんですよ。うん、ここいいね、はい、ありがとうね、来てくれてね。普段何やってんの、仕事？学生です。学生さんか。大学生？大学。今日大学はもう授業終わったんで。あ、終わってきてくれたんだ。はい、ここら辺でよくない？あ、いいと思いますよ。なんか金沢と違って人離れちゃうよ。結構アナウンスないんで。アナウンスないよね、はい。電車うるさくない？ここ。はい。うん。ここは？はい、そうです。あ、ここでいいじゃん。ここのアメージング富山っていうところでやろう。そうです。アメージング富山で。ここでやりましょう。
誰もいないんだけど。あれ清水か。お疲れ様。お疲れ。あれ、密漁、密漁は今日しかやってない。応援に参りました。あ、応援に来てくれた。ありがとうございます。ね、清水と。もうよかったよ間に合って。リスナーさんですか。あ、リスナーさん、はい。旅分の時に来てくれましたよね一回。唐揚げですよね。はい、激辛くれた方ですね。覚えてます。あれ俺に手振ってんの。あれ俺手振って。あ、ここでやります。これ。じゃあこの裏でやってるんじゃない。うん、ここでやるから。よいしょ。
家に勝手にやってきてピンポンをして妨害する、これをなくす、見たい人にだけ見せる、スクランブル化すればいいだけなんですよ。スクランブル化、これをですね、やることにはやれるのにやろうとしない。だから我々がですね、4年前国政政党としてですね、約100万票取って誕生させていただいたわけでございます。そんなわけでですね、この久保田もこの勢いに乗って、東京都は立川市議会議員を4年間にわたって務めてまいりました。ありがとうございます。この議員をですね、先月の6月22日に私は辞職しました。辞職するのもですね、勇気がいくんですよ。無職ですからね、収入今ゼロです。出るばっかりですよ、どん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 と放出する一方です。しかしそれもですね、皆さんの夢、あなたの夢、私の夢をですね、叶えるためにこうしてですね、全国回り、この富山、本当にですね、私もですね、白エビ美味しいですよね。白エビせんべいだったり、ホタルイカだったり、たくさん取れます。私もですね、ホタルイカに目がありません。そこにいるですね、丸坊主のメガネをかけた男からたくさんもらいました。でも今日はもらえません。公職選挙法違反になるので。そしてですね、 NHK 問題、ぜひですね、皆さん家に来たら、我々ですね、皆さんからの一票、この一票はですね、約250円になります。当選はかなり難しいです。私が当選するのは難しいとは思うんですけど、その一票あたりのお金をですね、コールセンター、あとは裁判でね、 NHK から訴えられたお金に全部当ててます。お金度外視です。よく寄付金欲しがる人いますよね。寄付金ください、カンパしてください。我々ですね、 NHK と一切やってません。立花隆もやってません。12億円借りて 10% にして返してますからね。足りなければ銀行とかいろんなところで借りればいいんですよ。自分に負担を負いたくない、傷を負いたくないから人からお金もらおうとするんです。私ですね、インターネットコメディアンとして2009年3月9日からずっとやってまいりました。約12年間、13年ですね、12、13年やってまいりました。その中で自分、横山みどりにはルールを作りました。暗黒ルール、慣れ合わない、出会わない、嘘つかない、笑わない、不特定多数の人からね、物をもらわない。これってね、社会においても言えるんですよ。だってそうでしょ、知らない人から物もらっちゃいけません、習いませんでした。知らない人から物もらえない、慣れ合いは、ね、優しくなってしまう。我々はですね、弱者の気持ち、弱い人を救うから政治家なんですよ。言葉ってね、人を傷つけます。言葉の暴力って人の心をえぐります。私はですね、この4年間政治家としてヘイトスピーチ大嫌いです。人を傷つける言葉がですね、嫌いです。だから人が人に優しくなれるんです。言葉というものによって、僕はですね、久保田学と名乗り、そして44年間まっすぐに来てきました。誰かがですね、お金を渡そうとしても、いや、いません、お金は結構です、これが言えるか言えないか。政治家ってね、政治家から政治家なんですよ。政治じゃない人間が裏でお金こそこそもらって、既得権益の塊、既得権益の連中が多いんですよ。今回ですね、新しく AV 新法、びっくりしますよ。業界からの話を無視して AV 新法、私もですね、昔そういうね、業界と関わってました。だからわかるんですよ。そんなね、ぎゅーっとして法律をこうやって絞れば絞るほど、裏でぴょこっと裏を探すんですよ。今度は逃げ道という隠れ道を、隠れ蓑に隠れるだけなんですよ。おしゃすです。だから皆さん、そういうことを勝手に決める、
自分らの言ってることが正しいと思ってる、勝手に物事を決める政治家が増えました。言い方にしときませんか。もうだから真面目な人間が損する、ずるい人間が得をする、これが今の世の中です。私たちはですね、 NHK と久保田学はですね、公約参議院選、今ね、高齢者、特におじいちゃんおばあちゃん、年金を払っている人たちからですね、 NHK 受信料をなくす、これですよ。 NHK 受信料ね、生活保護者は0円、もういいでしょ。なんでね、高齢者からね、受信料を取るんだと、どんだけ彼らはですね、ずるいんだと。 NHK 職員の年収1700万円です。1700万っていうと1万円札が1700枚、これが積み上げられてるのが彼らの給料ですよ。僕らの受信料から奪っちゃって、対外受賞から関与って感じですよね。そしてですね、私まずそれがね、メインコンテンツ、次にで、ね、サブコンテンツとしましては、性犯罪者に GPS 装着、これですよ。性犯罪者減りません。痴漢、盗撮、覗き、あらゆることが減りません。女性の敵ですよ。男としてみっともないし赤面しますね。なんで性欲が抑えられないか、なんで当たり前のことができないか、こんな簡単なこともできない人たちにはGPS をつけて監視する、管理に置く、そうしないとずっと増え続けますよ、性犯罪。本当に怖いことですよ。いつどこで誰がどのように狙ってるか分かりませんからね。それともう一個、少年法撤廃。少年犯罪が多すぎます。少年がね、何やっても許される、保護観察で許されたり、ちょっと注意受けて家の中で数日間学校に行かなければ無罪。こんなことがねあったら、真面目にやってる人たち暴走しますからね。何のための少年法か、直すためでしょ、反省させるための。でも反省しないんですよ。だから繰り返される。同じことが、あとは防衛ギャングの二重取り、思いませんか。すでに馬券買った時に 25% の出場率取られて、あ、控除率取られて、その後に50万円以上稼ぐとさらにこうね、税金取られる。こんなおかしいことがね、普通に当たり前のようになってんです。これを決めるのは全部政治ルール。悪ってどこにありますか。悪いことってどこにありますか。警察ですか、ゲームセンターですか、パチンコ屋さんですか。違うでしょう。あなたの心の中に潜んでるんですよ、悪という悪は。これを取り除いてほしいです。この久保田と一緒に、私は一人では飛び立てません。皆様というですね、一人一人のバネが必要です。筋肉が必要です。筋肉なくしては戦えません。弱者のまんまです。強い者と戦うには強くなければいけません。弱い者にがね、強い心を持っても戦えないように、弱き者には強き力が必要です。どうか富山の皆さん、この参議院選比例、久保田学というですね、愛知県瀬戸市生まれ、まだ44歳、若き父親はですね、まだまだ途切れていません。この久保田にですね、皆様の精一杯の愛情を注いでください。力を注いでください。パワーをください。ミラクルを起こさせてください。以上となります。富山県富山駅前より、久保田学のですね、街頭演説、この辺で終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。大きな拍手ありがとうございます。この平日の最中に集まっていただきまして誠にありがとうございます。これではですね、富山駅、本当にですね、自然があふれて、僕も何度も行きましたけどね、いやー、ホタルイカ美味しいところでございますよ、ね、さてさて、それではこの後ですね、恒例の、写真大会になりますので、あ、
これ俺のコーヒーだよ。俺のコーヒー。俺のコーヒーなんだけど。というわけでですね、写真一緒にもしあの撮れる方がいたら、応援ですね。ここでですね、一人富山県のですね代表する配信者しみっちゃんという方からですね応援演説の方をですねありますので、皆さん大きな声でですね拍手をお願いします。しみっちゃんです。あ、どうも、北陸のしみけんことしみっちゃんと申します。よろしくお願いします。私この隣におります、久保田学とはですね、5日間ほど寝食を共にした仲であります、まあ、私はですねちょっと政治に関してはよく分かりませんけれども、まあ、今からですねちょっと5日間で知ったこの久保田学のですねいいところを何個か挙げていきたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、この久保田学というところがですね、なんとニコニコ生放送においてはですね、もうとてつもなく人気を誇っているトップ配信者なわけですよ。皆さん知ってますか？横山みどりという名を、ね、こんな横山みどりがですね、久保田学がですね、4年前なんと立川市議会で市議会議員選挙に出ました。大変驚きました。私もですね、あのニコニコ生放送10年ほどやっておりますけども、まさかですね、あのニコニコ生放送の配信者がしかも、ね、市議会議員なんてできるわけないと思っていたんですけれども、なんと4年間勤め上げ、何でしたっけ、文教委員、副委員長を務め、あとコロナ禍をね、コロナ鍋と読み間違えたりですね、かなり話題性のある議員だと。この久保田学議員がですね、今回、参議院議員選挙に出馬するというと、彼は、ね、大変志の高い男なんですよ。それでですね、今、富山県はですね、まあ、先ほど、久保田候補はですね、あの晴れと言ってましたけど、まあ、富山県、この時期ですね、本当は雨が多いんです。梅雨の真っ只中なんです。そんな中ですね、昨日は沖縄、一昨日は、東北、その前は北海道といった、そんな中富山県をスルーせず富山県にわざわざ演説に来てくれている、こんな嬉しいことがありましょうか、ね、富山県民として大変嬉しい。この久保田学という男はですね、大変優しい、思いやりのある、慈悲深い男なんです。さあ、久保田学候補ですね、和歌山県に2回ぐらい、来たことがあるんですけども、先ほども言っておりましたけども、ホタルイカを取りたいということで、富山県に2回訪れました。どうしても絶対にホタルイカを取るんだと配信で言って、2日間のうち最初の4日間は大変条件が悪くですね、全くホタルイカを取ることができませんでした。しかし絶対取るんだと言った久保田候補は1時間ぐらい高岡の海に浸かり、やっとの思いで2匹のホタルイカを捕まえたんです。この富山の地で彼は有言実行したわけですよ。まさにこの信頼のたる男、この久保田学、よろしくお願いします。まあそういったですね、富山県のいいところも悪いところも知っている久保田学候補ですけれども、まあ本当はですね、私としては、まあ、ぜひ富山県のに移り住んで富山県の議員になってほしかったんですけれども、まあ、今回、参議院議員選挙の比例代表の候補ということで、まあ、でもこれはですね、
我々配信者にとっても今若い世代のね配信を見てらっしゃる方々にも、もしかしたらなんか、ね、配信者にとって有意義な政策を作ってくれるかもしれません。なんかそういう公約ってありますか？配信者にとってなんかいい生活が送れるような公約です。特にないですか？特にないということですね。まあ、それでもですね、まあ、彼は先ほど言った通りですね、立山連峰よりも高い志を持ち、富山湾よりも慈悲深く、そして蜃気楼の予防よりも信頼できる男、この久保田学、ぜひ投票用紙の2枚目に久保田学、よろしくお願いします。以上です。ありがとう。清水もですね、心温まる応援でございました。本当にね、ありがとうございました。本当ですね、この立山連峰怯えてますよね。立山連峰のように私は高くですね、空を飛びたい。だからですね、皆さんのパワーが必要なんです。東京だけじゃないですよ、日本は。これはね、東京回ればね、人いっぱいいますよ。でもこういったね、富山を大事にしたい人間は絶対細かいところは無視します。僕はこの富山何回も訪れていいところで気に入ってます。どうかですね、7月10日の参議院選比例代表にはですね、2枚目の投票用紙には久保田学をですね、よろしくお願い申し上げます。以上となります。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとう。写真、ありがとう。じゃあここで集合写真、顔出せる人ツイッターにあげるんですけど、顔出せる人で結構ですんで、ここに集まって集合写真お願いいたします。後ろに回ってます。じゃあ後ろに回るか、はい、どうぞよかったらどうぞ。じゃあ入れる人、はい、こちらへどうぞ。あ、どうぞどうぞ。はいよ、はい、いきます。はい、チーズ。いきます。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとう。じゃあ、写真を撮りましょう。ツーショットも、じゃあツーショットここで、はい、はい、顔映らない。そうです。あの、やっぱ、あ、もうこれ抜いちゃう。ここ後ろがやっぱり絵になる。何？はい、ありがとう。じゃあ、ありがとう。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ、はい。どこも入ってるんですか？大丈夫ですか？駆けつけてくれたんですか？ありがとうございます。他に、うん、どうぞどうぞ。カメラ、それでいいの？スチール。スチールで。佐田さんのオフ会で0人よりマシだろ。
じゃあ立ってください。顔映らないんで。顔映らない。下半身だけです。ここだけ。大丈夫です。ここに横に来てください。韓国歴どれが見てるの？そうです。はい、チーズ。はい、チーズ。そうです、自分3年ぐらい3年ぐらい見てますけど、まあ、がっつり見てないです。あ、いえ、もう見てくれるだけありがたいですよ、はい、ありがとうございます、はい、今後もよろしくお願いします。頑張って頑張ります、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。あとは、あ、どうぞ、ぜひ。あ、すいません、お仕事の帰りですか？休憩時間です。すいません。横山みどりします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ここで行きます。はい。ます。はい。ありがとうございます。来てくれて。ここもよろしくお願いします。嬉しいですね。仕事の休みを生かして来てくれるなんて。はい。はい、はい、チーズ。嫌いな歯医者にする。みんな好き、やばしい。はい、チーズ。はい、チーズ。ありがとう。ありがとうございます。21歳、大学生。誰？大学生ね。高校3年生。ありがとうね。じゃあ こちらを入れ。はい。嫌いな話はわかった。加藤と西村博之と青地と角だね。わかりました。ナイスですね。セレクト。青地って誰だ？以上ですかね。大丈夫？じゃあ色紙のコーナー行きますか。恒例のあの色紙、せっかくなんで。今先生から3枚ぐらい書いてもらってる。そうだよ、ね、あの参議院議員バージョン。ああ、分かった、うん、5時までなら大丈夫です。 OK。 じゃあ、ここ5時に今うちちょっと、じゃあ、はい、今36分、あと25分もある、うん、全然大丈夫と思います。ゆっくり、逆に。もちろん。参議院じゃ、久保田学ぶバージョン。清水とはもうね、長いもんな、なんだかんだっつってね。わしはもう宇都宮に来たっていうね。そう、俺未だに清水からあのもらったあれ。ああ、ありがとうございます。いつもあの、切り絵かなって。いつも暗黒放送の部屋で、ね、清水が作ってくれた切り絵をね、ずっとやらせてもらってるんです。それ。参議院。今日。本当に？期日前に登場したって。ありがたいよ。ありがとうね、清水。はい、どうもよろしく。次会う時は参議院議員とね。またね、参議院で国会議員として会えることでしたい。はい、ありがとう。2000。唐揚げ辛すぎましたよ。今日何日だっけ？6月か、ごめんなさい。5月って書いてあった。え、これ7月？7月。俺5月って書いちゃった。ごめんなさい。7月の5日ですよね。何日だっけ？何日だっけ？今日何日？今日5日です。5日ですね。はい、75。富山っていいところですよね。本当はもうね、もうちょっと行きたかったんですよ。もう結構時間が全国もあるから。富山はやっぱ無視できませんよ。いや、あの、まあ、感謝してるんですよ。やっぱり一度行ってね、いいところだし、清水にもまた会いたかったし。
地方を無視しちゃダメ。絶対そうですよ。はい、かけました。グルメツアーじゃないですよ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもです。結構 長く見てくれてるんですか？3年ぐらいですね。きっかけは？雑談コース。ああ、洋蘭とかあれで見てくれたんですね。ありがとうございます。はい、好き嫌いいます？好きな俳優さんはジョナさん？ジョナさんの何が好きなの？鼻とか。トークが好きなんだ。嫌いなやついます？民放です。民放さんが嫌い。なぜ嫌いなんですか？え？死にたい死にたいって妄想で言ってたけど、はい、なんかウーバーイーツで無茶な物を食いながら死にたい死にたいって言いながら楽に死にたいって、楽に死にたいって、ウーバーイーツで、ウーバーイーツで食いながら死にたいですって泣きながら言ってたもんね。わかりました。ありがとうございます。はい、またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。これちょっとレポートですかね。ああ、じゃあ転換してください。転換。ここにポイソンって書いてますね。2022年え大学大丈夫だった？あ、はい、終わった。暗黒以外誰見てるの？パンツマン。懐かしいね。パンツマンさんってあの料理の人でしょ、はい、人参投げつけた。そうです。いやこいつ大嫌いってやついる？皆さん別に嫌いな人いない。いないの？ポンちゃんとか忍法とか好きなんだ。まあ嫌いな人はもう見ないじゃない。あ、そうか、そもそもが見ないか。正解だね。富山県民の？いや、違います。え、違うの？どこから来たの？愛知県。え、愛知県からわざわざ来たの？え、夜行バス乗って？ああ、出身の探しです。住んでるのは富山です。ああ、そうなの、びっくりした。愛知県の、はい、ありがとうございます。はい、また見て。はい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。え、女性リスナーも珍しいね。なんか女一人だ、一人来たらちょっとゼロの方が面白かったです。すいません。いやいや全然ありがたいですよ。暗黒何年ぐらい見てるんですか？3、4年ぐらい。3、4年、はい、知ったきっかけは何ですか？あのカスワン。カスワン？え、加藤の方式？そうそうなんですけど、全然でも最近は見てないです。暗黒とか。なんで加藤見なくなった？なんか結婚して面白くなくなった、うん、あ、結婚してから面白くなくなった。ああそうなんだ。でもまあ暗黒をそれでね移り変わってくれて嬉しいですよ。嫌いなやついる？嫌いなのはホッタちゃん。ホッタちゃんが嫌いなの？はい、なんで嫌いなの？ガが強い。ガが強い。あ、私がっていうガが強いことね、はいはい、話が。え、前に出しゃばって話が、はい、途切れるから、はい、よう見てんな。でもこれからもね、僕はあのリスナーさんを裏切らないっていうことを目標に頑張るよ。頑張ってください。うん、はい、ありがとうございます。はい、どうも、また見てね。ありがとう。2020暗黒はどこで見たの？スタップラリー。あー、ドラゴンボールのね、ネルさんバージョン。はい、ユイカさんとか歩いてるんです。はい、あれ見たんだ。長時間企画も結構いいんだな。じゃあこれから取り入れるよ。じゃあ長時間体力企画。他に誰見、あ、そうだ、誰見てるの？あと加藤純一。加藤純一から俺を知ったの？あ、そうです。加藤の宣伝効果は絶大だな。そう、それ考えるとね。嫌いなやついる？配信者で。
ポンちゃん、ポンちゃんの何が嫌いなの？あ、クズすぎるところね。民放から、あのじゃあ随役から金奪ったりして。分かったか、ポンちゃん。ありがとうな。はい、ありがとうございます。ポンちゃんのね、人気はね、え、いいの？これ、スイッチのあれに？お願いします。普段何やってんの？学生さんか、はい、今日大学も終わったもんね。あ、午前中で終わりました。午前中で終わって、今日来るって分かって来てくれたんだ。はい、嬉しいこと言ってくれますね。こうやってね、一人一人のリスナーさんを大事にするかどうか。自分がいくら偉くなっても、こういったね、気持ちを忘れちゃダメだからな。はい、ありがとうね。ありがとうございます。あ、富山だよ。どこに来たか俺忘れちゃうね。はい、ありがとう。あ、こんにちは。カメラに映っちゃうかなと思って。あ、隠れたの。カメラ映らないよ、俺しか映らないから。なんか石川の配信見てると、なんだかんだ映ってるとかあったんで。そうなの、はい、映りたくないの？そうです、あんまり映りたくないです、ね、なんで？いや、ちょっと恥ずかしい。そうですね。好きな配信と嫌いな人おる？嫌いな配信者はそんないないんですけど、あの、うん、好きな配信者はやっぱ七原さんです。どういうところが？あの、トーク力が本当にすごくて、あの、聞いてるだけでその、なんですか、メンバーを想像、容易に想像できるのが。打ち亀ですか？結構俺打ち亀だけど、映るか。別に今撮るなら、あ、いいよ、一緒に撮る。いいよ、撮る。いいよ、今撮る。そうですね、撮る。撮りますね。はい。撮れた？撮れてます、大丈夫。ごめんね、カメラ目線が全くわからんかったけど。はい、いいよ。で、まあ、セルフタイマーにしてるんで、はいはい、3秒後にボタンを押すんで、はいはい、ありがとうございます。ありがとう、頑張って、頑張ります。はい、映ってる？あー、映ってるの？出てる？あの、ちょっと金梅さんから連絡があって、ちょっと止まっちゃってごめんなさい。金梅からなんか着信があったけど、今切ったから大丈夫。あと写真行けばいいですか？はい、ありがとうございました。というわけでですね、いや、予算時に生きてるから大丈夫だっつうの。あのね、森吉行の生命力なめちゃあかんって。ねえ、予算の生命力はなめちゃいかんって。どんな環境で生き抜いたと思ってんの、彼が。よいしょ。連絡つか、寝てるだけ。あのね、予算ってね、結構一人になりたい時があるんだよ。結構メンヘラだからね。あのね、予算の閲覧数が200人だったので、予算はそれに傷ついてしばらくね、放置すると構ってくれるじゃん。そんな裏話を知らないくせに予算を責め立てんな。
ね、よくよっさんがやる手口だよ。スワッチで閲覧が200人だったんだよ、よっさんは。それにね、傷ついたんだよ。じゃあ、じゃあ富山の皆さんありがとうございました。ですね、まあ、ちょっとお時間の方が差し迫ってきまして、ちょっとこの辺で私、せっかくね、本当はもうちょっとね、白エビだとかホタルイカだとか、ね、舌包み打ちたいのも山々なんですが、今回グルメツアーじゃないんで、一旦この辺でですね、もうね、またプライベートで遊びに行きたいと思います。プライベートで、ごめんなさい。次は、次どこでやるの？次の場所は新潟県の上越妙高。上越妙高っていうのは、上越妙高っていうところで、どこだこれ？上越妙高です。妙高、はい、上越妙高っていうところで、やります。新潟のお願いいたします。何があるかは分かりません。え、何があるの？行ったことないの？新潟の方だから新幹線あるからね。え、誰もいない？な、嘘でしょ？行ったことないもん。行ってないかもしれないけど。え、なんで？何もないの？ちょっと誘ってるって言います。誰ぐらい？これここよりはちょっと人少ないかなっていう感じで。配信者というと誰レベルで誘ってるの？この地域。行ったことないんだもん。え、朝の佐田さんの放送レベル？ティロは最近増えてる。時間帯によっては最近ラッシュとかもあるんで人はいるかもしれない。でもちょうでもちょうど会社のラッシュだよこの時間帯。この方行ってみてから猫タンレベル、まあ、ちょっと行きます。それゴミ、まあ、とりあえずちょっと もう新幹線取っちゃったんで行ってきます、うん、じゃあありがとうございます。すげえ雨降ってすだれてきたけど、またちょっとねお会いしましょう。じゃあありがとうね、清水もありがとう。ありがとう。仲いいよ、暑いから。じゃあお疲れ様でした。ありがとうね、来てくれてありがとうございました。上越妙高っていうところは分かりません。行ったことがないんで。長野県も行くんでしょ。あ、長野県行きますんで、上越妙高行って長野も行きます。あと群馬県も行きたいなと思ってます。群馬も多分行きます。千葉、埼玉は明日かな。埼玉地方は明日だ。非効率？違うよ。効率とか考えてるね、通常の選挙じゃないんだよ。こういう地方周りがどんだけ大事か。日本は47都道府県で一つのね、ね、日本だろ。一つでも欠けたらそれもう日本じゃないから。だから俺はこういうの大事にしてんだよ。地方巡りは。じゃあ一旦ここで、これに乗っていきます。到着が17時54分、新潟に行ってきます。新潟に。はい、というわけで一旦終わりますが、言っておりますが、お時間です。さようなら。